こんにちは、水野優香です。今日は主婦歴12年、家事が全く得意ではないズボラ主婦の私が、家事を楽に、お家を快適に過ごすためにやっている午前中の家事ルーティンをご紹介します。では、スタート。朝起きたら歯磨きしながら洗面台をついでに掃除します。ガチの寝起きすぎて後頭部の乱れがひどいです。だいたいこんな風に何かしら置いてあるので、いつもの定位置に戻し、鏡の裏に置いてあるミニスポンジでささっと磨いて、ティッシュで水分を拭き取り、鏡の汚れも気になったので、あっちこっち付近で拭き掃除。すぐに拭き上げておくと汚れが蓄積せずに落としやすいです。今日はハンドソープが切れかけていたので補充もしておきました。とにかく洗面台は物を置かなければ、日々のプチ掃除だけで綺麗は保てると思います。その後は洗濯機を回します。毎日やってんのにこの洗濯物の山。とにかく乾燥機にかけられるもの、乾燥機にかけられないものに分けて、今日は乾燥機にかけれるものだけを一気に洗濯。乾燥機にかけられないものは溜まってからまとめてやる派です。乾燥機付きドラム洗濯機は家事を楽にしたい主婦にとって神。ベランダ干しはほぼなし、乾燥機は様々です。ちなみに天気が良ければ外に干しますが、冬場はほぼ浴室乾燥で楽してサボります。荒れ果てたリビングへやってきました。夜は片付けをせず、子供たちとそのまま就寝する早寝スタイルが、私はイライラしなくて自分には合っていると分かったので、静寂した朝の時間にリビング&ダイニングをリセット。ここがとっちらかっていると、後々掃除が困るので無心に整えていきます。特に子どもの折り紙や作品は無限に増えていくから、集めておいて本人に確認です。私はいつもダイニングエリアで仕事をするので、ここだけは先にロボット掃除機をかけておきます。ケトルでお湯を沸かしている間に、昨日洗った食器やフライパンなどを定位置の場所に黙々と戻していきます。うちのキッチンは通路幅を1メートルにしていて、食洗機を開けたまま後ろのパントリーの引き出しに食器を片付けられるように間取りを作りました。食器類や調理器具は重ねないように収納していて、片付けるのも出すのも片手でさっと取れるようにしています。ほぼ歩くことなく片付けられる間取りを考えてくれた主人と、それを叶えてくれた設計士さんには本当に感謝しています。お湯が沸けたら白湯を飲んでほっこり、ついでに残ったお湯をキッチンのスポンジにかけて熱湯消毒します。メイクを終えたらお風呂掃除。大嫌いなお風呂掃除はかけるだけのやつ。手を濡らさない、袖が濡れない、ズボラ主婦のための神アイテム。しっかりスプレーしないとザラザラが残るので、まんべんなく惜しみなくかけるのがコツ。待つ間に着替えをして、あとはしっかり流すだけ。手間なしで非常にありがたい。浴槽以外の場所は一人でお風呂を入った時に適当にスポンジでゴシゴシして終了です。主人も気になったら掃除してくれてるようです。私は3日に1回浴槽をこすって浴室の掃除は OK ってことにしてます。今日は子供たちが起きてこないので、リビングドア、テレビ周りのほこり、冷蔵庫もささっとお掃除。誰も起きていないと掃除がサクサクはかどって、朝活って気持ちいい。今朝は自発的に起きなかったので私が起こします。そんな時は濡らしたマイクロファイバータオルを持って階段を上りながら手すりをながら掃除。これだけで手すりの掃除は OK。 気になったら葉巻を拭いたりサッシを拭いたりしています。おはよう。
たちに朝ごはんを食べさせます。今朝は子どもたちのリクエストでフレンチトーストです。電子レンジを使うと卵液がすぐに染み込むのでめっちゃ簡単。食べてる間に保育園ノートを記入したり、フルーツを切ったりして朝のバタバタスタートです。4月から長女が小学生になるともっと時間が早くなるので怖いです。奥歯のイチゴ。主人は16時間断食ダイエットをしていて朝ごはんは食べないので、朝の習慣化しているマヌカハニーを一さじ食べて仕事へ出かけていきます。いってらっしゃい。いただきます。ロボット掃除機を出動させます。床にあるものをとにかく上げてソファーを移動して掃除をしてもらいます。このロボット掃除機のシロちゃんは拭き掃除もしてくれるし、エリアを分けて掃除してくれるので、ダイニングテーブルで仕事をしながらそれ以外のエリアを掃除してもらっちゃう感じです。ソファーの位置をこんな風に移動させて2回掃除します。仕事をしていると荷物が届きました。コンビタマルチフローラルマヌカハニー MGO30+500g です。マヌカハニーは健康にいいって話は有名だからみんな知っていると思いますが、マヌカハニーは別名蜂蜜の王様って言われていて、ニュージーランドのみに自生するマヌカの花から取れる蜂蜜のこと。このコンビタのマヌカハニーは楽天市場の口コミ件数が3633件で、星の数も 4.53 と評価がめっちゃ高い商品。コンビタのマルチフローラルマヌカハニー MGO30+ は自然な甘みとキャラメルみたいな食感に癒される。この時期気管支炎になりやすい私は喉の調子が良くなってすっごく嬉しいです。口コミを見るといろんな方がこのコンビタのマヌカハニーを飲んで良くなったって書いてあって、かなり信頼ができる商品だなと思います。今なら楽天市場で通常価格3942円が 50% オフクーポン使用で1971円で買えちゃいます。2個以上購入すれば送料も無料になりますよ。3月4日から3月11日までの限定クーポンなので、よかったら概要欄のリンクから見てみてくださいね。お昼ご飯、一人の時は適当です。今日は冷凍カレーがあったのでこちらを食べます。ついでに YouTube の撮影もしています。レンジでチンしている間に朝ごはんの食器を食洗機に入れて、お昼ご飯を食べたら乾いた洗濯物をファミクロにしまいました。最後に自分の昼ご飯を食べた食器とともに食洗機で洗えば午前中の家事ルーティーンはおしまい。さて、今日の水のゆかチャンネルいかがだったでしょうか。家事は自分にとって腰の重たいものにならない程度に、サボれるところはサボるようにして、ママは笑顔で健康にいられるように意識しています。皆様も家事楽の秘訣や健康のためにやっていることがあればぜひ教えてください。では今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。